ただいま9時13分。今日はですね、このようなところに来ました。2週間ぶりですね、カイホリに来ました。実はですね、まだちょっとですね、時間的に早くてあんまり弾けてないんですけど、ちょっと待ち遠しくてですね、海の方に出てきちゃいました。どうですか、取ります？大量。え、何が大量なんですか？アサリ。あー、ないとね、まだ全然弾けてないもんね。あと2時間、ちょっと待ち遠しくて来ちゃったんだけど、まだ弾いてないから。向こうこれも弾いてるじゃん。向こうが行けないね、でもね。いや、そんな深くないよ。そうですか。気が通ってる。さあ、じゃあちょっと準備してみますか。もう少し引いて向こう側に渡れれば。そうですね。もっと向こう行かないと。ね、長靴に水入っちゃうからね。もうでも脇の方行けば渡れるかなと思うけど。岩沿いに行くか。ねえ、あともうちょっと、もうちょっと行ったんですけどね。30分でもまた違ってくる。どの辺までは行きたいの？あの辺まで行かないと本ミロス取れないですもんね。アサリも取れないから。いや、今年アサリがね、全然ダメですね。去年もね、取れた。結構いっぱい取れたんですけどね。もう掘ってもコンビの方が出てこない。こっちの方はなんか土も黒いから。でもこの辺、去年結構アサリ取れたんですけどね。あ、取れました。今年ダメですね。渡れっかな。長靴入っちゃうかな。あ、また入っちゃうの、こういうと。向こう行くと入っちゃうから、この辺でやろうかな。コンビロス。いや、まだ全然塩が効けてないんで。ダメだね、取れませんな。何を取ってるんですか？このちっちゃい巻貝みたいなのじゃないですか。ああ、はいはい。これ取ってるんです。あ、まだあのほら塩引かないから、その間になんか魚の餌かなんかするんですか？いや、塩、そういうふうに最初思ってたんですよ。そしたら、これ茹でて美味しい、取ってみたら、うん、ちょっとサザエみたいな味するんですよ。あー、そう、ええ、肝があるのかな、じゃあ。そう、巻き貝だから。あ、どん、あ、なんだこれ、うめんじゃん、と思って。ちょっと映させてもらっていいですか？あ、どうぞどうぞ。こんな貝ですか？そう、いっぱいいるじゃないですか、これ。へー、これを取ってんですよ。あの、まだね、引いてできないじゃないですか。はいはいはい、その間にと思って。楽しいっすね。そうですね。はい、9時54分です。じゃあですね、ちょっとやってみますか。本格的に取れるかな。こんだけ引かないんじゃ取れねえな。2時間前でこれでしか行かないんだけどな。取れましたよ。大きくないけど、やっぱりそんなに数は出てこないな。前回 7.5 キロ取ったんだけどな、今回3キロ取れるかな。お、アサリ、アサリゲッツ。これだけ。ねえ。こじるとね。でも出てこねえな。こないだボロボロ出てきたのにな。やっぱこれも取られちゃったんだな、結構な。アサリ。
お、ほんで。あさり。それで出てくるんだ。アサリ、アサリ取りました。アサリが出てくる。ああ、疲れたな。疲れた。疲れた。出てこねえもんな、ザクザク。いやー、この間、取れたんだけどな。全然ザクザク出てこねえもんな。いやー、出てこねえな。取れたんだけどな。お、出てきた、大きい。大きめの。やった、よく出てきましたよ。今日ダメだよ。二つ目。お、これ。これもう満ちてきてんのか？やばい、もう時間ねえじゃん、これ全然時間ないじゃん、今日は。でっかいの取れたぞ。やったー、たまに取れるので、たまに取れます。はい、ただいま11時20分。いやー、まだこんなもんしか取れてないです。こんなもんっす。今日潮が引かないっすね。潮が引かないんで、なかなか沖目いけないんですよ。きついっす。いやー、3キロどころじゃないな、今日。1キロ取れるかどうかだ。海脈に当たりませんねー。これ、いや、表面当たった方が出てくるのかな。出てきたぞ、でかい。よっしゃ。いや、久しぶりに出てきたよ。
出てるかな。落ちた。落ちた。ようやくカゴいっぱいになったぜ。はい、ただいま11時41分。いやー、干潮ですね。干潮ですけど、ようやくこんだけ来ましたよ。いやー、これだと今日はお裾分けができないですね。もう一杯取りたいな。ようやく赤がいてきた。今日あと3個取ったら帰ろう。あともう一回書いて終わりにすっか。お、なんだよ。あー、あー、あー、だめだ、終わりだ、終わり。今日取れてねえな。はい、12時22分です。もうですね、かなり満ちてきました。もう取れません。前回の半分ぐらいですかね。厳しいっすね今回。なかなかですね、今日は潮がですね引かなかったっすね。今日マイナス6センチだったんですけど、前回マイナス13センチで、まあマイナス10センチぐらいじゃないとなかなか引かないんですね、ここはね。ということで買います。取れました。先週の半分ぐらいしか取れなかったですね。
二人がね。いや、今日ね、あんま引かない。引かないっすよ、全然。これね、また向こうまで帰るのが大変ですよね。はい、12時36分です。今日はですね、前回の半分ぐらいしか取れないです。潮がですね、まあ、前回の半分ぐらいしか引いてなかったんで、取る時間もですね、短かったです。ということで、まあ、数も少なくなってきたんだと思いますが、今年最後だと思いますので、また来年ですね、来てみたいと思います。お疲れ様でした。アムラーメンでした。バイバイ。はい、帰ってまいりました。さて、今日はですね、前回の半分ぐらいしか多分取れてないと思うんですけど、どのくらい取れたでしょうか。測ってみたいと思います。よいしょ。 4.1 キロか。 4.1 キロですね。はい、ということで、ホンビノスの浜焼きをですね、これからやりたいと思います。その前にですね、これを、まずは、いただきます。ああ、たまらん。うわぁ、うまそう。ひっくり返すか。お、プリプリですね。プリプリです。うん。うまっ。いや、浜焼きが一番だね、取れたての。浜焼きが最高ですね。マチチ。うん。すげえ。プリプリ。プリプリです。ふぅ、ふぅ、うん、やばい。あちっす、あちち、あちっす、あついっす。おぉ、汁が。ああ、あちっす、あつ。でかい、これ。でかいっす。でかいっす。最高。まあ、今年あといけるとしたらですね、一回、6月上旬ですかね。その後はですね、もう潮が引かないんですよね、昼間は。そこが最後ですかね。もうついた。おぉ、プリプリ、プリプリっす。うん、ラスト、ラスト、おぉ、いっす。うん、多分21個ぐらい食べたと思います。よし。なかなか美味でした。じゃあ、どうもごちそうさまでした。ガスも切れたという。